エドワード・ケアード。エドワード・ケアードは、イギリス・スコットランドの哲学者、神学者。イギリスにおけるヘーゲル主義者として知られ、イギリス哲学の伝統といえる経験論に対抗していった。当時、兄のジョン・ケアードと共に、イギリスにおける観念論哲学研究の中心的な人物であった。兄と同じく、スコットランドチューブクリーノックの生まれ。 グラスゴー大学とオックスフォード大学ベリオール、カレッジで学ぶ、学士号授与試験では主席を取った、1864年から1866年まで、オックスフォードのメルトンカレッジの講師に就いた。1866年には、グラスゴー大学の道徳哲学の教授に就任する、1893年、ベンジャミン・ジョーエットの後継として、 オックスフォード大学教授に就任する。また、修士号を手にする。トーマス・ヒル・グリーンらと共に、新ヘーゲル主義の代表的な人物になった。弟子たちを通じて、イギリスの哲学、進学に大きな影響を与えた。健康上の理由により1904年に、講談から去り、1906年には引退し、ジェームズ・リー・ストラッチャン・デビッドソンに受け継がれた。 1892年に DCL の名誉学位を受け取る英国学士委員とフランス学士委員のメンバーでもあった。他、百科事典のデカルト主義についての項目を執筆していた。ありがとうございます。